宅で倒れたリフォーム工事の男性に救命措置を行い、命を救った家族3人に消防総監感謝状が贈られました。ありがとうございます。感謝状が贈られたのは東京江戸川区に住む林正隆さん一家3人です。6月4日リフォーム工事のため自宅を訪れていた49歳の男性が突然倒れ心肺停止状態になりました。救命講習を受けた経験がある正隆さんは直ちに男性の入れ歯を外して気道を確保するとともに心臓マッサージを開始し、妻の美弘さんは妊娠中の身でありながら AED を借りるため近所のマンションまでおよそ120メートルを裸足で走りました。一人だったらもしかしたらすごく動揺してしまってできなかったかもしれないんですけれど、幸いにも家族みんな一緒にいたので外に出ることができました。娘の日月さんが3年前小学1年生の時に AED をテーマにした自由研究で近隣の AED 設置場所の地図を作っていました。その日月さんも両親が心肺蘇生を行っている最中に自宅近くまで来た救急隊を素早く自宅に案内したということです。林さん一家は男性の命を救った状況を再現して見せてくれました。